翼？
ちゃんと並んでください。 聞いてくれよ。 とりあえず取っとく。 やっぱり翼だった。今日はトーマくんと一緒じゃなかったの？トーマが遅れてるんだ。だからしばらくここで時間を潰すつもり。<笑>トーマくんめ<笑>翼？そういえば今度 キリアが渋谷のど真ん中でライブやるって知ってる？すごいよね。うん、すごい。だよね、だよね。キリアって今や日本の女性トップアーティストだもん。憧れちゃう。翼は本当にキリアのこと好きだね。大ファンですから。イツキ君も聞こうよ。 気が向いたら。約束だよ。はいはい。その生返事聞く気ないよね。はあ、いつき君は幼馴染なんだから、もっと私のお願いを真剣に聞くべきだと思う。決めた。キリア聞かなかったらパフェをおごってもらいます。もちろん特大の。 それくらいならおごるけど、そこまでキリアを布教しなくても。そんなことないよ。だって私、イツキ君とキリアの話したいもん。まあキリアの話は置いといて、話を戻すと、翼って大玉で何か用事？うまくごまかせたと思ったのに。いやいやいや、新世代のアイドル発掘オーディション、ワンオブミレニアムに出場予定の方は受付まで集合してください。ああ、大変。休養を思い出した。行かなきゃ。そういうわけだから、じゃあね。翼？ ワンオブミレニアムも今回で最終選考。私は司会の50位テルです。さてさて、この中からデビューの栄冠を手にするのは果たして誰か。会場の皆さんも気になってますよね。
次は4番織部翼ちゃん。おお、え、翼？織部翼です、よろしくお願いします。なんで翼がオーディションに。え、さっきのは一体。翼ちゃんはどんなアイドルになりたいですか。私はみんなを元気にしてあげられるアイドルになりたいです。じゃあ翼ちゃんがそう思うようになったきっかけは、皆さんも聞きたいですよね。ひどく塞ぎ込んでしまったことがあって、周りの人たちは私を気遣ってくれたんですけど、それがプレッシャーになってしまったというか。でも幼なじみだけはさりげなく普段と同じように私に接してくれて、それが励みになって少しずつ元気が出るようになりました。だから私も幼馴染のように誰かを元気にしてあげられるようになりたいです。ああ、ところでその塞ぎ込んでしまったのは何があったんでしょうか。それはもしかしてお姉さんと関係ありますか。翼ちゃんのお姉さんはアイドルの織部彩葉さんですよね。はい、そうです。言ってくれなきゃ。こんな大切な情報どうして黙ってるかな。で、どんなお姉さんだったの。明るくて歌が上手で、何より とても優しい姉でした。でも翼ちゃんのお姉さんは5年前のいわゆるこけら落とし消失事件で消えてしまったんですよね。なんか質問変じゃね。こけら落とし消失事件って昔役者とか観客が集団失踪したあれか。消えてしまった大好きな姉を思い悲しむ少女、なんという悲劇。私も涙なしでは語れません。しかしですよ、ここで問題です。翼さん、あなたの大いなる才能と引き換えに大好きなお姉さんに会えるとしたらどうしますか。実はあなたのお姉さん織部彩葉さんをこの場に呼んでいます。え、お姉ちゃん。はい、騙された。単純バカギャップになる。お前も姉と同じになれ。
そうだ、人間どこかパフォーマーを奪い尽くせ。何が起こってる？お前たち絶対にそいつを逃がすな。あれの依り代の最有力候補だ。一体何が起こって…翼！助けに行かないと！翼！え？ここは一体ダイタマンなのか？急いで。え？人が危ない。この奥へ急いで。今の子は？いや、今翼を探そう。
し、よこし、力、よこし、よこし、力。今の声は。戦列に戦列を重ねたよりしろ。翼ちゃんの方も時間の問題。順調だな。ねえ、翼。よこし。え？力。よこし。よこし。翼！よこし、力。よこし、よこし。うわ！俺は何をしていたんだ。ここは俺が食い止める。どうして。話は後だ。お前はあの子を助けてやれ。翼。急げ。でも翼を助けるにはどうすれば。いつき
どうすれば。信じられん。うわっ、剣が喋った。その声、もしかしてさっきの青いお化けみたいな人。ああ、気づいたら剣になっていた。嘘だろ。気をつけて。大丈夫だ、俺がついてる。行くぞ。前を見ろ。戦い方は俺が教える。難しいかも、難しいかも、難しいか、難しいかも。よし。怖い。落ち着いて。私失敗しないと、失敗しないといいな。だ。やれやれ。逃がしてはくれないよな。一か八かで、一か八かで、これで、これだな。ヤリさんと心が溶け合っていく。失敗しないといいな。決めてみせる。思った通り。うわ。おっと、剣の人が教えてくれるのか。一か八かで走れ、大光。よし。ここは一体何なの。一か八かで落ちろ。よし、倒したぞ。怖くない、怖くない。助かった。任せて。助かった。うわ、俺にもできる。なかなか筋がいいな。せい、この日を逃すな。ヤリさんと心が溶け合っていく。任せて。逃がしてはくれないよな。よし、倒したぞ。みんな大丈夫か。
なんとか倒せたようだな。戻ることもできるみたいね。まだ状況が理解できんが、俺の名がクロムということだけは覚えている。クロムか。ありがとう。おかげで翼を助けることができた。俺はイツキ、青いイツキって言うんだ。青いイツキ。こちらこそ礼を言わせてくれ。お前のうちに秘めた輝きが俺の闇を払ってくれたんだ。ありがとう。そしてよろしく、イツキ。ああ、よろしく、クロム。私はシーダ。あなたは翼という名前なの？はい、オリベ翼、18歳です。ごめんなさい翼、私のせいで怖かったわよね。それは、はい、確かに怖かったです。でもあなたがいなかったら今頃どうなってたかわからないから、ありがとうございます、シーダさん。シーダでいいわ。翼は優しい子ね。それで、結局クロムたちって何者？俺たちを襲ったり、助けたり。待ってくれ。俺は、なぜ自分がここにいるのかすらわからないんだ。シーダもですか？私も思い出そうとはしてるのだけど。そっか、どうしよう、イツキ君。それだな、できるだけ早く脱出した方がいい。あれが敵の全てだとは限らない。クロムの言う通りだ。詳しいことは生き延びてから考えよう。ありがとう。